釣り線ないのよこのバス。なんだよ、客に対してそういうこと言うのか。やった、止まった。分かったよ、ちょっと待ってくれ。そこのガスステーションで崩してくっから。お、小僧、このバス乗るのか。いいとこ来たな、金崩れる。この50ドル札な、いいだろ。これ偽札じゃないよ。あ、何？おい待てバカ。あ、カバン投げやがった。あ、おい、お前がもたついてるから行っちまったじゃねえかよ。次のバスまで2時間だぞ、どうすんだよ。おい聞いてんのか。くっそ。それにしてもグリーンドルフィンからの脱獄臭とでも思ったのかな。あなたは。ああ、なあ、俺の車ガス欠なんだよ。ガソリン代と飯代をおごってくれるんならば好きなとこまで乗っけてってやってもいいぜ。そっちの坊やもどうだ。そうやって旅費浮かしてんのか。知らない人の車には乗っちゃダメってうちの姉ちゃんが言ってた。あ、嵐が来るな。きっと次のバスが来るまで君らが濡れずにいれるか試してみるのもいいかもな。乗りなよ坊や、怪しいものじゃないわ。私はアイリーン、彼の名はアナキスよ。ママとパパはどうしたの。私たちもこれから父さんのところへ会いに行くのよ。彼、ボーイフレンド。どうなるかわからないけど、父さんさえ許してくれれば結婚するかも。私たち。くそ、本当に嵐が来んのか。でも10ドル以上は絶対に払わねえ。それにケープカナベラルにも寄ってもらうからな。乗ってよ、私たちも助かる。まあ正直こっちもだ。坊や大丈夫？あなた名前は？ほら乗りなさいって。お金なんて取らないんだから。震えてるわよ、寒いの？エンポリオ、僕の名前は、僕の名前はエンポリオです。見て、ヒッチハイカーよ。もう乗せないからな、十分だよ二人で。嵐が来るって言ったのあんたよ。止めなさいよ、かわいそうだって。